お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、世界が絶賛。アメリカにある日本のパン屋が大人気。をお送りします。アメリカ在住のある日本人女性 A さんが投稿したブログの記事で、サクラメントにある日本のパン屋を紹介していました。今回、サクラメントに行くねんと A さんが友人に話したところ、美味しいパン屋さんがあるよ。日本のパン屋さん。と、情報を提供されたとのこと。A さん一家は、それぞれ、この旅行の目的はいろいろだったようですが、A さんにとっては一番楽しみだったのがここ。マホロバベーカリーです。今回行くまで、A さんは、お店の存在を知らなかったようですが、調べてみたら、生活情報誌、いいじゃん、でも紹介されていました。ちなみに、このマホロバベーカリーは、神戸にある有名なパン屋さんのアメリカ1号店。え、神戸のパン屋さんなの？調べてみると、なんと、1日2000個売れる人気のクリームパンがあるのだとか。ハーバーランド神戸阪急と西区にあるマホロバ開き店で購入できるそうです。近所のパン屋さんで気軽にお惣菜パンや菓子パンが手に入る日本の方には理解しづらいと思いますが、アメリカにおいて日本のパンが買えるベーカリーは大変貴重な存在だと A さんは紹介しています。しかもサクラメントでと、もう行く前からめちゃめちゃ楽しみにしていたという A さん。こちらは店内の様子。1日目、夕方6時頃のウィンド。クリームパン、あんパン、メロンパン。本当に日本のパンや酸素のものですね。確かにアメリカではあまり見られなさそうな光景ですね。そしてお店の一番人気商品がこれ。クリームパンです。中のクリームはこんな感じ。見た目だけでなく、味も最高だそうです。A さんも、クリームパンはもともと大好きですが、この日のクリームパンは、出来たてほやほやで、まだほんのり温かく、パンの生地もふわふわで、クリームも甘すぎず、上品で優しい味。こんなクリームパンがアメリカで食べられるとは、感激。と綴っています。しかも、このクリームパン、価格はなんと 1.2 ドルです。日本円にしたら、約100円。今時、日本では、小麦粉もバターも値上がりしていて、菓子パンの値段も、どんどん上がっているというのに、ここでは、100円で売っていただけるんですか？ベイエリアのパン屋さんでは、ありえない値段設定なんですけど、サクラメント、いいところだ。と、終始ご機嫌な様子が伺えました。ちなみに、A さんの息子が大喜びしたのが、お惣菜パンとのこと。焼きそばパン、コロッケパン。コロッケパンはともかくとして、日本独特な焼きそばパンは、ベイエリアで人気の韓国ベーカリーパリ、バグエッテにも売っていないと言います。旅行1日目に買って、ホテルでいただいたパンがこちら。冷蔵ケースで売られてる生菓子扱いの菓子パンだそうです。抹茶あんこフレッシュクリーム、栗入り。これも美味しそうですね。白い、ふわふわのパンの中に、あんこ。そして、抹茶味のクリームに、栗の甘露煮がゴロンと1個入り。この濃い抹茶クリームの味は、日本の味だわ。うん。そしてもう一丁。ストロベリーあんこフレッシュクリーム。こちらも白いふわふわのパンの中にあんこが入っていて、その上に生クリームといちごちゃん。A さんは買うときにどちらにしようか迷ったそうですが、お店の方に聞いてみたら両方とも同じくらい人気と言われたので、結局2つとも買ってしまったとのこと。あんこと生クリームの組み合わせ、美味しい。
これも日本のベーカリーならではの味ですね。と、こちらも感動した様子でした。日本だとパン屋さんやコンビニでいくらでも手軽にこういうスイーツ系が手に入るから感動もさほどないでしょうけど、アメリカではこのようなデザート系の菓子パンはほとんどお目にかかることができません。この他にも2日目には2番人気のアンパン、3番人気のメロンパンなどお土産にたくさん買って帰ったという A さん一家。ちなみに食パンは午前中早めになくなることがあるので、確実に入手したい場合には予約が必要だそうです。テーブル数は少ないですが、店内でイートインも可能。ウィンドウの前に並んで他のお客様のお買い物を見ていると、クリームパンやアンパンを10個以上まとめ買いしている方の多いこと。しかも日本人客だけではありません。アメリカ人のドーナツ感覚、手土産や差し入れに地元でも重宝されているお店なのだと見受けました。サクラメントに行った際はぜひ行ってみたいですね。海外の反応。初めて日本のデザートを食べてみた。絶対にまた行くつもり。どれも最高に美味しくて間違いがない。サクラメントには住んでないけど、近くを通るときは必ず行ってる。この店が一番美味しい。北カリフォルニアでは一番の日系ベーカリーだね。何年も常連だけど品質は変わってない。値段が安いのは言うまでもなく。上司が箱入りで時々買ってくる。食事を済ませてても食べてしまう。言っておくけど、ドーナツを食べるようなタイプじゃないの。名前はわからないけど、どれも柔らかくて超美味しい。日本のベーカリーは最高だ。白人系アメリカ人だから、最近まで存在を知らなかった。日本人の妻と頻繁に行ってるけど、食べたものはどれも美味しかった。外側はサクッとして、内側はふわっとしてる。とにかくうまい。ここの変わったペーストリーが大好き。どれも出来たてで綺麗に並べられてる。おやつが欲しい時は必ず行ってる。この店に通って何年にもなるけど食べ足りない。ペーストリー好きならこの店は間違いないよ。ハマるから注意してね。町一番のクロワッサンが日系ベーカリーにあるなんて誰が想像したよ。食べる手が止まらなかった。俺は神戸クリームよりクリームチーズの方が好みだな。でも神戸クリームはすごく柔らかい。種類も豊富だしサービスも最高だよ。新たにお気に入りの店ができた。神戸クリームパンが美味しすぎる。週末には行列に注意してね。大抵午後には売り切れちゃう。初めて行った時からハマってる。7時まで営業してるけど、クリームパンとかは午前中に売り切れる。何でもっと作らないのか謎だけど、しょうがないから早起きしてるよ。せめて家に近ければ頻繁に行くのに。午後3時に行ったらほとんど売り切れてたわ。小豆、チョコクリーム、クリーム、抹茶クリーム、フレンチトースト用に食パンを10ドルで買った。サクラメントで唯一の日系ベーカリーなのを考えるとすごく良心的だと思う。お腹は満たされないけど味は素晴らしい。天国見たいとしか言えない。カレーパン、クリームパン、アンパンを食べた。柔らかいパンに程よく中身が入ってる。絶対にまた行って新しいのを試してみるよ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今日のお昼ご飯はパンに決定ですね。というわけで、ただの飯テロ、いやパンテロ動画でした。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、
ありがとうございました。